いぶきです、フリースタイルフットボールをやってます。ボールを使って表現を音楽に乗せて行っていくっていうのはすごく難しいことで、足でボールを扱うっていうのは体の中でやっぱり一番自由が聞きづらい中で、そこで自由を生み出そうとしてるっていう、なんかそこのなんかすごい面白いんですけど、最初はその純粋な技を極めてもっと強くなりたい、誰にも負けたくない、一番になりたいっていうような気持ちだけで進めて、プレイヤーとして歩んでいたのが、プロとして活動してっていうようなことをやり始めると、今度はなんかもっとこう自分がいろんなところで得たものをきちんとカルチャーに還元したいという気持ちがどんどん強くなっていって、ただのプレイヤーというよりはプレイヤーであり、カルチャー全体をこうなんかオーガナイズしていくというか、そういった目線でのものの考え方もたくさんするようになって、まあ、ここはやっぱり両立は難しいなと思っていて、でもどっちもやりたいんですよね。自分が生きる上で大事にしていることが最後、まあ、ゴール、おそらく死ぬことだと思うんですけど、その瞬間にどれだけ満足して死ねるかっていうところをすごく大事にしてるんですけど、その基準で自分の人生を考えた時に、今一番大事なのがこのバトルというものであって、自分がそのバトルっていうものに蹴りをつけに行くタイミングだっていうふうに直感で感じていて、バトルっていうものに対しての人生においてのピークを今ここに持ってきているので、今年のバトルに本当に今までの自分のフリースタイルフットボール全てを乗せます。面白いのがフリースタイルフットボールっていう、まあ、フットボールから始まったカルチャーなんですけど、今根付いてるのはバトル文化で、音楽に対してプレイヤーの持ち時間がそれぞれ30秒が3ターンあります。6月末にはアメリカに、8月にはチェコに行きます。すでに4月にレッドブルストリートスタイルっていう世界大会の日本予選は勝って、次それのアジアラウンドもあって勝ち上がると、10月にクロアチアにも行きます。アハハハってこう楽しく楽しみたいんじゃなくて、全ての多分どちらかというと緊張感みたいな、ヒリヒリするような、まあ、それはスリルですよね、を噛み締めて本気で戦っていきたいなと思ってます。国際大会で優勝を狙おうって思うなら、もうワンミスも命取りなんですよね。緊迫感もすっごいあります。何十時間何百時間と重ねてきた時間を全て凝縮した30秒で勝敗が決まるので、そこにはもう本当に自分の気持ちとかっていうよりは、気持ちだけじゃなくて本当に人生が乗っかってる。負けた後とかしばらく本当に放心状態になるというか、それぐらいのものではあって、人生を乗っけてきた者同士で戦う30秒3ターンは最高に楽しいですね。